統一指数による能力偏差値が、優秀な本命馬を紹介していきます。全レース、全馬の指数グラフと本命馬は、この動画の説明文に公開先のリンクを掲載していますので、ご利用ください。笠松競馬から推奨レースを紹介します。本命馬の偏差値ランクが S ランクのレースは、3レースの1つのレースとなります。本命馬の偏差値ランクが A ランクのレースは、2レースと、 4レースと5レースと6レースと7レースと8レースと9レースと11レースの8つのレースとなります S ランクの本命馬のいるレースを紹介していきますそれでは指数グラフに切り替えます笠松競馬3レースの本命馬から解説していきます指数グラフの基本的な見方ですが横軸は日付の時系列右端が今回のレースとなっています 指数は青色の折れれ線で表されます。黄色線は連帯目安ラインとなります。この黄色線を上回っていれば高指数と判断できます。その他の競争条件も同時にプロットされていますので、さまざまな適正分析が可能です。例えば、馬場状態はグレーの丸でプロットしています。本命馬は6枠6番、コパのセーバーです。この馬の偏差値ランクは S ランク、勝利確率は 52%を見込んでいますまず本命馬の指数グラフで本命馬の能力と束との力関係から見ていきます。金層で今回の競争条件に近いレースでの最高の指数となっているのは1層前の指数の38で連帯目安の黄色線を26上回っています。一方最低のののの指指数数となっているのは5走前の指数の33で黄色線を 21上回っています本命馬の能力は相当高いです他の有力馬との能力比較を行いますまずは対抗丸を打った馬の指数グラフへ切り替えますこの馬の最高指数となっているのは一層前の指数の9で本命馬のピーク指数に対して29下回っています最低指数に対しては24下回っていますこの馬の逆転の可能性は 極めて低いです次に黒三角を打った馬の指数グラフへ切り替えますこの馬の最高指数となっているのは一層前の指数の19で本命馬のピーク指数に対して19下回っています最低指数に対しては14下回っていますこの馬の逆転の可能性は極めて低いです以上よりタバとの力関係からは他の有力馬に 逆転の可能性は極めて低そうで、リスクは極めて低いです。次に本命馬に適正面のリスクがないか見ていきます。距離適性から見ていきます。距離は紫色の丸です。今回は1 4 0 0メートルとなります。指数がピークとなっているところは、1層前は紫の丸が1400、4層前は紫の丸が1000、1400は適距離です。展開面を見ていきます。 レース展開は、ミドルペースを予測しています。一角通過順位は、オレンジ色の四角で表されます。指数がピークとなっているところは、1走前はオレンジの四角が9番手から、4走前はオレンジの四角が、7番手からの競馬です。後方からの差し、追い込みが良いタイプです。先行力分析シートへ切り替えます。先行力は、21でトップです。上がり指数は、 25でトップです高い上がり指数で鋭い差し足が見られそうですレース間隔を見ていきます今回は14週間の休み明け初戦になります鉄砲が効くかどうか大きなリスクがあります以上より本命馬の適正は距離適性と展開面が高評価できます一方レース間隔がリスクです適正面には多少のリスクはありそうです 以上の分析をまとめますと、タバとの力関係からは、他の有力馬に逆転の可能性は極めて低そうで、リスクは極めて低いです。適正面には多少のリスクはありそうです。冒頭、この本命馬の勝利確率は52%と申し上げましたが、それ以上の勝利確率を望めそうです。推奨の本命馬として最適です。次のレースを読み込んでいきます。しばらくお待ちください。 金沢競馬から推奨レースを紹介します。本命馬の偏差値ランクが S ランクのレースは、6レースと10レースと11レースの3つのレースとなります。本命馬の偏差値ランクが A ランクのレースは、1レースと2レースと3レースと7レースの4つのレースとなります。S ランクの本命馬のいるレースを紹介していきます。それでは指数グラフに切り替えます。金沢競馬 六レースの本命馬から解説していきます。本命馬は六枠七番金米ファミリーです。この馬の偏差値ランクは S ランク、勝利確率は七十パーセントを見込んでいます。まず、本命馬の指数グラフで、本命馬の能力とタバとの力関係から見ていきます。近走で、今回の競争条件に近いレースでの最高の指数となっているのは、一走前の指数の五十七で。 連体目安の黄色線を24上回っています一方最低の指数となっているのは4走前の指数の36で黄色線を3上回っています本命馬の能力は相当高いです他の有力馬との能力比較を行いますまずは対抗丸を打った馬の指数グラフへ切り替えますこの馬の最高指数となっているのは4走前の指数の47で 本命馬のピーク指数に対して、10下回っています。最低指数に対しては、11上回っています。この馬に全ての条件が揃えば、逆転の可能性も多少はあります。次に、黒三角を打った馬の指数グラフへ切り替えます。この馬の最高指数となっているのは、2走前の指数の33で、本命馬のピーク指数に対して、24下回っています。最低指数に対しては、 3下回っていますこの馬の逆転の可能性は低いです以上より他馬との力関係からは他の有力馬に逆転の可能性は低そうでリスクは低いです次に本命馬に適正面のリスクがないか見ていきます距離適性から見ていきます距離は紫色の丸です今回は1 5 0 0メートルとなります指数がピークとなっているところは 一走前は紫の丸が1500。1500は敵距離です。展開面を見ていきます。レース展開はミドルペースを予測しています。一角通過順位はオレンジ色の四角で表されます。指数がピークとなっているところは、一走前はオレンジの四角が花を切っての競馬です。花を切って逃げが必須のタイプです。先行力分析シートへ切り替えます。先行力は 41でトップです。上がり指数は31で3位です。楽に逃げられる高い先行力を持っています。開催場適性を見ていきます。地方の出走では中央より指数を上げています。以上より、本命馬の適正は距離適性と展開面と開催場適性が高評価できます。適正面のリスクは極めて低そうです。以上の分析をまとめますと。 他馬との力関係からは、他の有力馬に逆転の可能性は低そうで、リスクは低いです。適正面のリスクは、極めて低そうです。冒頭、この本命馬の勝利確率は70、70%と申し上げましたが、それ以上の勝利確率を望めそうです。推奨の本命馬として最適です。次のレースを読み込んでいきます。しばらくお待ちください。 前のレースと同じ金沢競馬から次のレースを紹介します。それでは指数グラフに切り替えます。金沢競馬、11レースの本命馬から解説していきます。本命馬は、6枠7番、リクテオンです。この馬の偏差値ランクは、S ランク、勝利確率は45%を見込んでいます。まず、本命馬の指数グラフで、本命馬の能力と、他馬との力関係から見ていきます。 金層で今回の競争条件に近いレースでの最高の指数となっているのは5走前の指数の118で連帯目安の黄色線を27上回っています一方最低の指数となっているのは4走前の指数の94で黄色線を4上回っています本命馬の能力は相当高いです他の有力馬との能力比較を行いますまずは 対抗丸を打った馬の指数グラフへ切り替えますこの馬の最高指数となっているのは5走前の指数の93で本命馬のピーク指数に対して25下回っています。最低指数に対しては1下回っています。この馬の逆転の可能性は低いです。次に黒三角を打った馬の指数グラフへ切り替えます。この馬のののの馬最高指指数数となっているのは2層前103で 本命馬のピーク指数に対して、15下回っています。最低指数に対しては、9上回っています。この馬にすべての条件が揃えば、逆転の可能性も多少はあります。以上より、他馬との力関係からは、他の有力馬に逆転の可能性は低そうで、リスクは低いです。次に本命馬に適正面のリスクがないか見ていきます。距離適性から見ていきます。距離は紫色の丸です。 今回は2100メートルとなります指数がピークとなっているところは2走前は紫の丸が2100 5走前は紫の丸が2100 2100は敵距離です展開面を見ていきますレース展開はハイペースを予測しています一角通過順位はオレンジ色の四角で表されます指数がピークとなっているところは2走前はオレンジの四角が9番手から 5走前はオレンジの四角が後ろからの競馬です。後方からの差し、追い込みが良いタイプです。先行力分析シートへ切り替えます。先行力は37で8位です。上がり指数は65で2位です。まずまずの上がり指数で差し足を見せられそうです。レース間隔を見ていきます。今回は13週間の休み明け初戦になります。 鉄砲が効くかどうか大きなリスクがあります。以上より、本命馬の適正は、距離適性と展開面が高評価できます。一方、レース間隔がリスクです。適正面には、多少のリスクはありそうです。以上の分析をまとめますと、他馬との力関係からは、他の有力馬に逆転の可能性は低そうで、リスクは低いです。適正面には、多少のリスクはありそうです。 冒頭、この本命馬の勝利確率は45%と申し上げましたが、そのくらいの勝利確率は望めそうです。推奨の本命馬としても問題なさそうです。次のレースを読み込んでいきます。しばらくお待ちください。船橋競馬から推奨レースを紹介します。 本名馬の偏差値ランクが S ランクのレースは3レースと4レースと8レースの3つのレースとなります本名馬の偏差値ランクが A ランクのレースは6レースと7レースと10レースと11レースと12レースの5つのレースとなります S ランクの本名馬のいるレースを紹介していきますそれでは指数グラフに切り替えます船橋競馬8レースの本名馬から解説していきます 本命馬は、一枠一番、セントレガーロです。この馬の偏差値ランクは、S ランク、勝利確率は45%を見込んでいます。まず、本命馬の指数グラフで、本命馬の能力と、タバトの力関係から見ていきます。近走で、今回の競争条件に近いレースでの最高の指数となっているのは、4走前の指数の55で、連帯目安の黄色線を8上回っています。 一方、最低の指数となっているのは、5走前の指数の41で、黄色線を5下回っています。本命馬の能力は、抜けている存在とは言い難いです。他の有力馬との能力比較を行います。まずは、対抗丸を打った馬の指数グラフへ切り替えます。この馬の最高指数となっているのは、2走前の指数の38で、本命馬のピーク指数に対して、 17下回っています最低指数に対しては3下回っていますこの馬の逆転の可能性は低いです次に黒三角を打った馬の指数グラフへ切り替えますこの馬の最高指数となっているのは一層前の指数の33で本命馬のピーク指数に対して20に下回っています最低指数に対しては8下回っていますこの馬の逆転の可能性は低いです 以上より、タバとの力関係からは、他の有力馬に逆転の可能性は低そうで、リスクは低いです。次に本命馬に適正面のリスクがないか見ていきます。距離適正から見ていきます。距離は紫色の丸です。今回は1 6 0 0ルとなります。指数がピークとなっているところは、2層前は紫の丸が1500、4層前は紫の丸が1500。 1500が適距離ですが過去1年1500以上の出走履歴がありません1600への距離延長適正は不明でリスクです展開面を見ていきますレース展開はミドルペースを予測しています一角通過順位はオレンジ色の四角で表されます指数がピークとなっているところは2走前はオレンジの四角が9番手から4走前はオレンジの四角が5番手からの競馬です 先行も差しも良い自在タイプです。先行力分析シートへ切り替えます。先行力は25で3位です。上がり指数は28でトップです。まずまずの上がり指数で差しが効きそうです。青線の傾向を見ていきます。指数の山と谷が交互に来る傾向があります。交互タイプなら今回は指数を上げる順番です。以上より本命馬の適性は 展開面と調子が高評価できます一方距離適性がリスクです適正面には多少のリスクはありそうです以上の分析をまとめますと他場との力関係からは他の有力馬に逆転の可能性は低そうでリスクは低いです適正面には多少のリスクはありそうです冒頭この本命馬の勝利確率は45%と申し上げましたが そのくらいの勝利確率は望めそうです推奨の本命馬としても問題なさそうです次のレースを読み込んでいきますしばらくお待ちください高知競馬から推奨レースを紹介します本命馬の偏差値ランクが S ランクのレースは4レースと7レースの 2つのレースとなります本命馬の偏差値ランクが A ランクのレースは2レースと5レースと12レースの3つのレースとなります S ランクの本命馬のいるレースを紹介していきますそれでは指数グラフに切り替えます高知競馬7レースの本命馬から解説していきます本命馬は6枠7番スピードソルジャーですこの馬の偏差値ランクは S ランク勝利確率は S ランク 54%を見込んでいます。まず、本命場の指数グラフで本命場の能力と束との力関係から見ていきます。金相で今回の競争条件に近いレースでの最高の指数となっているのは、2。走前の指数の7。1で連帯目安の黄色線を16上回っています。一方最低の指数となっているのは、3。走前の指数の5。4で黄色線をに下回っています。 本命馬の能力はまずまずです他の有力馬との能力比較を行いますまずは対抗丸を打った馬の指数グラフへ切り替えますこの馬の最高指数となっているのは一層前の指数の66で本命馬のピーク指数に対して5下回っています最低指数に対しては12上回っていますこの馬に好条件となれば逆転の可能性があります次に 黒三角を打った馬の指数、グラフへ切り替えます。この馬の最高指数となっているのは、一層前の指数の57で、本命馬のピーク指数に対して14下回っています。最低指数に対しては3。上回っています。この馬にすべての条件が揃えば逆転の可能性も多少はあります。以上、より束との力関係からは他の有力馬にも逆転の可能性があり、リスクはあります。 次に本命馬に適正面のリスクがないか見ていきます。距離適性から見ていきます。距離は紫色の丸です。今回は1 4 0 0メートルとなります。指数がピークとなっているところは、2走前は紫の丸が1400、1400は適距離です。展開面を見ていきます。レース展開は、ハイペースを予測しています。一角通過順位は、オレンジ色の四角で表されます。 指数がピークとなっているところは、2走前はオレンジの四角が3番手からの競馬です。好位からの競馬が良いタイプです。先行力分析シートへ切り替えます。先行力は52でトップです。上がり指数は42でトップです。楽に好位につけられる高い先行力を持っています。以上より本命馬の適性は距離適性と展開面が高評価できます。適性面のリスクは 低そうです以上の分析をまとめますと他場との力関係からは他の有力馬にも逆転の可能性がありリスクはあります適正面のリスクは低そうです冒頭この本命馬の勝利確率は54%と申し上げましたがそこまでの勝利確率は望めそうにありません推奨の本命馬としてはリスクが高そうです次のレースを読み込んでいきますしばらくお待ちください 水沢競馬から推奨レースを紹介します本命馬の偏差値ランクが s ランクのレースは6レースと7レースの2つのレースとなります本命馬の偏差値ランクが a ランクのレースは3レースと4レースと9レースの3つのレースとなります s ランクの本命馬のいるレースを紹介していきますそれでは指数グラフに切り替えます水沢競馬7レースの本命馬から解説していきます 本命馬は、7枠7番、新しい角で2です。この馬の偏差値ランクは、S ランク、勝利確率は45%を見込んでいます。まず、本命馬の指数グラフで、本命馬の能力と、他馬との力関係から見ていきます。近走で、今回の競争条件に近いレースでの最高の指数となっているのは、3走前の指数の37で、連帯目安の黄色線を、 19上回っています一方最低の指数となっているのは5走前の指数の13で黄色線を5下回っています本命馬の能力はまずまずです他の有力馬との能力比較を行いますまずは対抗丸を打った馬の指数グラフへ切り替えますこの馬の最高指数となっているのは1走前の指数の26で本命馬のピーク指数に対して 11下回っています最低指数に対しては13上回っていますこの馬にすべての条件が揃えば逆転の可能性も多少はあります次に黒三角を打った馬の指数グラフへ切り替えますこの馬の最高指数となっているのは3走前の指数の24で本命馬のピーク指数に対して13下回っています最低指数に対しては11上回っています この馬にすべての条件が揃えば、逆転の可能性も多少はあります。以上より、タバとの力関係からは、他の有力馬にも逆転の可能性が多少あり、若干のリスクはあります。次に本命馬に適正面のリスクがないか見ていきます。距離適性から見ていきます。距離は紫色の丸です。今回は1 4 0 0ルとなります。指数がピークとなっているところは、 3走前は紫の丸が1000、1000が的距離ですが、過去1年、1200以上の出走履歴がありません。1400への距離延長適正は不明でリスクです。展開面を見ていきます。レース展開は、ハイペースを予測しています。一角通過順位は、オレンジ色の四角で表されます。指数がピークとなっているところは、3走前はオレンジの四角が5番手からの競馬です。 中段より前目からのチョイ差しが良いタイプです。先行力分析シートへ切り替えます。先行力は21でトップです。上がり指数は13でトップです。高い先行力と上がり指数でちょいしが効くと思われます。以上より本命馬の適性は展開面が高評価できます。一方、距離適性がリスクです。適性面には多少のリスクはありそうです。 以上の分析をまとめますと、タバとの力関係からは、他の有力馬にも逆転の可能性が多少あり、若干のリスクはあります。適正面には、多少のリスクはありそうです。冒頭、この本命馬の勝利確率は45%と申し上げましたが、そこまでの勝利確率は望めそうにありません。推奨の本命馬としてはリスクが高そうです。最後に。 ノートにて公開しております。全女、全レースの指数グラフ PDF をご紹介いたします。ノートの URL はこの動画の説明文に記載しておりますので、ぜひご利用ください。このシートは、過去5層の出走履歴と統一指数を一般的な馬柱にて表示したものです。次のシートです。このシートは、動画で紹介しております指数グラフの各馬の一覧です。 過去1年のの出走履歴とと指指数数をプロットしているフフルバージョンの指数グラフとなります次のシートです。このシートは、過去5層に絞ったシンプルグラフとなります。まずは、このシンプルグラフでの能力判断から始めてみてはいかがでしょうか。次のシートです。このシートでは、上部の表はレース予想動画でも紹介しております。適正分析後の評価一覧となります。指数グラフから読み取れる各種適正について表示しております。 下部の表は展開分析のデータとなる各馬の先行力とその順位各馬の上がり指数とその順位となります右隣は一角通過予想図となります次のシートですこのシートは推奨レースの動画紹介しております全レースの本命馬について勝利確率推奨ランク適正と能力比較ごみの推奨リスクを表示しております この推奨リスクを参考に馬券戦略を練ってみてはいかがでしょうか。